ケッチ、いきなりだけど、どれだけ強くなったか確かめさせて。いきなりだね。になったんだ。こいつよ、戦いに出てくるな。何回目やねん、これ戦うの。こいつも全然持ってないな、ポケモン。ピッカーって。え、ピカチュウ？え、ピカチュウ登場してる。いや、ここはちょっと1、ウルトラダッシュアタック。え、待って、エレキボールって何？え、強そう、明らかに。ちょっと待って、あ、みんな、Z 技。お、Z 技してる。相手は苦手タイプのピカチュウ。ここは一撃で決めたいところ。ウルトラダッシュアタックだ。ウルトラダッシュアタック。あ、めっちゃいいやん。止まろうとしてるじゃん、どっちかって。勢いすご。勢いすごすぎて。行ったか。ああ、倒せなかった。これはまずいな。あ、ということは次の攻撃で死ぬわけや、タケさんのポケモンは。あ、これはまずいな。ここまでやっといて。今さんもう何も言わず倒してるやん。よし。秒で倒してるやん。いいな。強すぎて見どころがないって言われる状況になりたいな。いや、一体で。よーし、倒した。勝ちました。よし、勝ちました。よし。お、ちょっと待って、進化すんって、マジ進化だ。おっと、おや、ニャビーの様子が、やったー。これでかい。待ってたあ、まあ、そのまま強くなるんだ。成長したなみたいな。まあ、変わり映えしないなのかも。ヤヒートですね。ひねこポケモン。たてがみがピンと取ってるときは調子がいい証拠。具合が悪いと毛が後ろに寝てしまう。おお、さすが鬼山だ。リリーを見つけてくれて感謝してるぜ。ハウも試練達成おめでとう。いい技を出したんだろう。出したか。えへへ。試練をこなせば次は島キングと戦うんだよ。なるほどね。そう、島キングとの戦い、その名も大試練。リリータウンに集合しようぜ。リリータウンのポケセンで集合しようぜ。はい。え、これこの子に、この子にいるじゃん、リストに。あ、ちょっと待って、その子に。やったぜ。ちょ、でも、タケチごめん、イベント始まっちゃった。急いで。嘘でしょ。タイミング微妙じゃないですか、今。え、こっちの方が早かったのでは。え、でも、モンスターボール投げる前やから。うん。え、まあ、そうなの、そこなの。そういうルール。ちょっと、ポケモンボールを投げた時が、ブザビートってことですね。まあ、そういうことやった。なるほど。メリメリの島キング、原さんは強いぜ。格闘タイプのポケモンを使いこなすトレーナーだよ。おぉ、いける。飛行タイプ、エスパータイプの技を覚えていくといいかもね。よしよしよし、いいぞ、飛行タイプ。飛行タイプあるから、こっち。ない。カプコケコに輝く石を託された君と、パートナー、フクスローの全力、見せていただこう。こちらも全力、鬼の腹でいきますぞ。大試練、はじめ。ほー。自分で言うんや、はじめ。審判がいるとかじゃなくて。両目がいるんじゃないの。すごそう。何が出てくるの。ワンリキ三体か。マンキー違う。あ、違うんや。妖精の風ってどれくらい食らう。強い。あ、半分いかない。リベンジ。もう絶対やかった。リベンジって何。あ、今一つや。よしよしよし、これいけますわ。何かないな。かわいい。かわいいポケモン出てきた。ヒルンド。なるほどね。いいねいいね。とにかく鳥がいたら勝てるので、あ、すごいやん。マジで鳥強い。鳥強あー、アブリ育てとけよかったな。レベル上げもするか、これ。鳥だったら絶対勝てる。なんでも直するやん。ジムっぽいとこいっぱいある。なに Z パワーを体にまとったぞ、カニが。相手の相手も使ってくんだ、これ。なるほど。全力無双激烈拳。あれ、氷やってこないよな。氷やってきたら話が違うすぎる。あ、マジでワンパンで絶対死ぬ。大丈夫か、大丈夫か。え、大丈夫だよね。大丈夫で。危ない。待って、思ったより強い。よしよし、一抜け。いいね、アブリ育ってるよ。あ、なノーマルだから死ぬかも。ああ、死んだね。何、勝てるか。勝ったもう、もはや勝った。そんな交換するなら学習装置使えばいいのに。その通りだと思うで、俺も。俺もそうだと思うよ。
じゃあどういう論理で今トップになってるんですか。意味わかんないこと入れ替えてるくだり。スマグマがもう今回は学習装置使わない、次回からな。それはあくまで俺が独断で決めちゃったから、みんなで話し合ってから決めようっていう話になったやんか。もういい、もうずっとその話してもしゃあない。どうせオフやろ。でも実は僕ずっとオンです。ええ嘘でしょ。山田さん、あ、そうか、あ、いないからか。うん、でも僕いないけどオフにしましたよ。山田さんもちゃんとルール通りやりましょうよ。いや、なんかうまいことごまかせないかなと思って。もし、ね、バレるバレる、新しいの捕まえた時も、ちょっと砂かけ食らいすぎたんで一回戻します。命中ずっと下げられてるぞ、お前。出るたびに命中下げられてるよ。あー、もうめんどくせえ。やだなや、砂かけ。砂かけめっちゃやってくるんだ。こっちの UAA おかしい。やってこなかったよ。やってこなかったな。うん、やっぱウルトラだからか。あ、こいつ勝てるやん。砂かけだる。チャームボイス絶対当たるから砂かけ意味ないやん。あ、そうなんだ、うん、いいねいいね、いい技やん。こいつチャームボイスめっちゃ食らってんのに気づいてないんや。大試練っつって。あ、負けんかにね。あ、効果抜群でこれか。足回りに変えます。経験値がまた分散して分散して。あ、追い打ちされてるよ。ピンポイントで追い打ちされてる。すごい綺麗に決まった。経験値分配なんてしようとするから。あ、これがやっぱみんなを待たせてるだから。この元気のかけらを使うわけやから。なんで経験値入んないから。経験値入らないからな。攻撃上がるやん、これ。やばいやばいやばい。強くなってるぞ、お前がこんなのやってる場合。やばいやばいやばい。ちょっと足回り一回捨てて、チャームボイスを。あ、先に攻撃。え、負けんかに強。あ、やられた、足回り。攻撃が上がった。ピンチ。まずい。大丈夫、これ。ピンつけられない、負けんかになってるぞ。おい。勝ったわ。あ、もう、あ、激怒パターンだ。あ、グローパンチか。これがでかいグローパンチ。あ、強っ。え、強っ。うー、また攻撃が強っ、グローパンチ。ダメじゃないか。間に合わないんじゃないの、毒。間に合わないの。やばいやばい。まあ、生き返らせまくってみたいな。やばいやばいやばい。こんな虫に何ができるんだ、マジで。あ、でも、睨みつける。無駄行動だ。あの、元気のかけらあと3つしかないね。どっち適当に使ってるか。お前、これからどうするつもりなんだ。え、ドロドロやん、ドロドロ。ドロかけか。あ、追い打ちされてる。これ、エールがかかってるからね。うわぁ、よしよしよし。ついに引き続き、引き続き、残り。あ、死んだら意味ないねんなぁ。あ、追い打ち。追い打ちだ。すげえ決まるやん、追い打ち。読まれに読まれてる。あ、でも、毒のダメージで、ちょっとあと1、2回でいけそう。あと1ターンかな。負けはないな、負けは。回復、回復。回復で耐える。回復でグローパンチなら耐えられるっていう計算だ。あ、追い打ちきた。うせろ、うせろ。よし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 。おお、あとも半減か。よし、勝った。満身創痍だな。こいつだけやんけ。経験値。もう。よーし、一個島終わり。え、4つとか言ってたよね。島は4つです。あ、島4つか。じゃあ4分の1終わったってことでしょ。試練が、あれ試練が8つか。試練8つ。決して番狂わずなどではない。なんと良いトレーナー、そして良いポケモンですな。カープーコッコ。え、どうした森山さん、頭おかしくなった。森山さん、どうした頭おかしくなった。おう、またしてもカープコケコのさえずり。ふむ、カープコケコは強くなった君たちと戦うのが楽しみなのか。戦闘せなあかんの。よし、パートナーのポケモンにトレーナーの力を分け与える。Z クリスタルを受け取られよ。もらえるんや。あ、格闘 Z みたいな。格闘です。多分。あー、バチバチ強くなっていくわけだ、こっちは。疲るな、これ。だって、相手も疲れてる。技覚えてんのいないよ。役立たずやな、こいつ。鳥しかいねえから。使えんな。格闘タイプの Z パワーを使うには腕をこうして、ああ。はい。あ、それぞれポーズが違うんや。Z 技によって。そうですよ。はあはあはあ、これでアローラ地方一つ目の島メレメレ島での試練を全て達成ですな、うん、昼間の月夜の太陽見えなくても存在するものに思いを馳せられるかどうか。アローラの島をめぐりいろんなポケモンや人の見えるもの見えないものを考えいつかカプコケコと会うのですな。
ちょっと何言ってるかあんまり分からなかったです。うん、いいことではない。ブモブルモよか、よくなかったか。何だって今なんか適当なこと言ってなかった。いやだから見えないけど存在するものがあるんだよってことをちゃんと分かっとけよってことやろ。あ、具体的にはどういうことなの。具体的にはこれからの冒険で出てくる。そうだ、わしのケンタロスにいつでも乗れるようにしようぞ。ポケモンに乗れるんや。あ、この牛に乗れるってことか。乗れます。ライドギアを手に入れた。楽しそう。危ないと思うけどな、こんな装備で。それ言ったら馬に乗るのも。うわー、すごい。結構装備してたわ。結構装備してるな。これがギアか。マニュアルを読みますぞ。Y ボタンでライドギアオン。B ボタンでラッシュ。ライドウェア、ポケモンに乗るためのコスチュームですな。後ろのやつ、アローラのあちこちを走り回り、ケンタロスに惚れてくだされ。ライドギアを使えばライドポケモンはどこでも駆けつけ、説明中ってこんなさ、飛び跳ねんやろ。こいつも聞いとけよ。あ、まあ、人出てくるな、本当に。話長いんだよ。では私たち、次の島にもついていきますね。嬉しい。早い。じゃあ、なんかフォト、なんとか集合にしますか、ね、はい。え、嘘だろ、乗ってるのに。ここかな。え、コラッタ捕まえた。コラッタ捕まえてない。あ、ほんまに。来た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 。うまい。お、レベル4コラッタ。ハウオリシティショッピングエリアにあるっぽいですけど、どこかはちょっと。これじゃない、この頑丈そうな岩だ。そうだが、それあの突進で壊せますよ。はい、コラッタ捕まえました。お、お、とうとう2体目。ネズミポケモン、前歯でドアをかじり民家に侵入。ヒゲを引くつかせ餌を探し出し盗んでいくぞ。ああ、変なのに捕まった。ん、集合写真撮るからここじゃないのか。フォトスポットってここじゃないんだ。あ、ごめんなさい、フォトスポットじゃなくて、あのあれだ。あ、着いた。鬼山さん、ある上にもその施設。いや、ナイスナイス。あ、ないんだ。3問はナイス。アローラフォトクラブでは好きなポケモンと好きなポーズで写真を撮って。いらねえ、マジでどうでもいい。ぜひ全機能楽しませようとしてる、もしかして。いいよ。そういうものですね。いいでしょ、別に。ゲームは。ゲームに要素があっても。ジョジが喜びそう、この機能。すいません、お待たせしました。ウルトラ要素多いな。嘘だろ。戦いそうじゃない？スタジオでの撮影ってベトベトアとソイスのコラボなんだね。さーて、次の目的地、アーカラ島に行きますか。なんか来ちゃいました。おお。これ満タインでいいのか？満タイン。ヨットは？ヨットだと思います。ヨットで行こうぜ、みんなで。うん。ん？あー、なるほど。俺らは強制的に満タイン乗るイベントやらされるのか。え、武さん勝手に言ってるじゃないですか。あ、ダメなんだ。違うんだ、今みんなが言ってるところ。僕すいません、すいません。まあ、今海で止めます。バラバラに行きますかも。いや、みんなで行こう。難しいな。だってもう、どうせ、そっちはそっちであれだし。大幅に違うからな、ここ。まずどんどん進んでいく。早くこいついてくれ。いいでしょうか。自動で。止まらない。止まらないよ。お前なぁ。真っ昼前から波乗れて、俺なんか暗い。夜の海乗んねんけど。こんなさ、俺がムーンなのにな。で、乗って。ライドギアダサいねんなぁ、うん。ダサい。わかる。メットかなぁ。うわ、すごっ。おぉ。マンタインサーフは目的の島に乗り着くまでに多くの技を繰り出して、ハイスコア、やらない。レッスン、ミニゲームです。何？レッスン1、スピードアップ。はぁ、あ。すげぇ、シモさん800、900。高得点出したよ。全然ピンとこないけど、得点。お庭さん、もっと切れろだって。うん、ゲームに？まあ、ポケモンのミニゲームで面白いのは一つもないからな。思ったより辛辣。歴代全部で。ちょっと待って、レッスン終わったら本番みたいな始まってんけど。1000点超えたぞ。やばい。おもんね。あ、すごい。めっちゃすごい。3000点超えたぞ。3000点超えたぞ。おぉ。終わるとかないの？終わるとかないの？これ本当に。ゴールとかないの？どのボタンも効かへんな。すごい。え、終わりたいんだけどな。絶対こんなことをするためにポケモンは買わない。
あ、でもなんか奥にある島が近くなっていってるような気がする。あれがゴールか。ゴールって何なんだ。イエイ。ジャンプなんかしない方がいいじゃん、早く着くから。え？あ、ゴールした、ゴールした。でもやめましょうよ、ジャンプするの。どういうことなんですか、ジャンプするのやめましょうよって。いや、これ進んでいくだけだからさ、しない方が多分早いよ。だいぶげんなりしてるな。まあでも4つあるうちの2つ目なわけだから。もう早いな、そう考えると。もう、じゃあ、もう終わっちゃうよ。終わっちゃうよって、ここまで短かったみたいに言うなよ。思ったより早くないか、でも。もう7時間もやっとるから。おい。おう、そいそにハウ、マンタイはどうだった？相変わらず白衣を引っ掛けるスタイルなんだね、白衣。どれよ？え、もう、ケバ！ライチ。あんたたちはじめまして、私はライチ。はい、毎度どうも。私はマオ、キャプテンしてます。はい、私の試練は素材の良さを光らせます。ん？どういうこと？特にあなたとあなた、ポケモンいい感じ。日本語喋れよ。アーカラトーンのキャプテンは。ポケモンいい感じってどういうことだ？ポケモンがいい感じなんだろ。アーカラトーンのキャプテンはマオの他にもいるけどね。で、あんたらこれからどうするの？ああ、彼らに任せるよ。彼らの島巡りだからね。そうだね、全然任せてないよ。優しい島クイーンだな。あ、あ、でも私が大試練の方じゃなくて島クイーン。あ、三つの試練。はいはいはい、3つ。とりあえずポケモンセンター探すね。アーカラ島ではどんなマラサダ売ってるかな。マラサダ大好きやな。ちょっとだけブティックを、こいつもブティック大好きやな。あとは星ごもちゃのため遺跡のことを調べようかと。アーカラの守り神さんはカプテテフと言うそうです。あ、島ごとに違うのね。では私たちホテルに、ホテル潮騒にいますね。大事な人と待ち合わせなんです。私の友達、スイレンがいるからよろしく。うっ、スイレン。女にばっかり反応するやん、お前。いや、ちょっと見て、知ってるキャラクターだったら。ポケモンの女キャラ。